けど、なんかすごく悲しくなる。冒頭の天真爛漫さとは打って変わって大人びた芝居。歌だけでいずれ来る別れへの葛藤や悲しさが伝わってくる。聴いている私たちまで辛い気持ちになっていく。あえちゃん、やっぱりすごい。私、あんな風にできるのかな。